第48回、トヨタおいでん、祭りトヨタおいでん祭りは、愛知県豊田市で、毎年7月に行われる祭りである。花火大会も開催される。当初は、7月最終週の金曜日から日曜日に、かけての3日間にわたり開催されていたが、2007年からは、土曜日、日曜日の2日間のみの開催となった。 1968年8月、明治開元100年を記念して、以前から、衣の市街地で行われていた、天皇王、扇祭りの日程に合わせて、第1回トヨタ祭りが開催された。これがトヨタおいで祭りのルーツである。盆踊りのような様相であったとのことで、1980年代には、婦人会や、青年団により、細々と続けられる状況であった。 一方で、地元の大企業、トヨタ自動車が催す夏祭りは大きな賑わいを見せており、祭りに対する手こ入れ策が求められる状況となった。祭りの活性化のために、おいでんそう踊りの参考にされたのは、高知県高知市の、よさこい祭りであるという。第21回となる1989年から、 トヨタおいでん祭りに変更された。名称やおいでん総踊りのテーマ曲、おいでんは市民の公募による。現在ではトヨタ関連企業の社員から地元小学生まで幅広い年齢層が参加する豊田市の一大イベントとなっている。開催回数は第1回トヨタ祭りから継続して数える。2018年はおいでん。 祭りが50周年を迎える年にあたり、おいでん祭り前夜祭りとして、金曜日にもイベントが行われた。2019年10月31日、東京オリンピック及び東京パラリンピックの開催期間と重なることから、翌年の開催日を延期するとの発表がなされた。おいでん総踊りは9月26日、花火大会は9月27日に行われることが、 決まった。2020年4月30日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、この年の全行事の開催中止が決定した。土曜日の夜に行われる。市民が自由に編成する、踊り連と呼ばれるグループ単位で、市街地に設定されたコースを周回しながら、踊る。豊田市が作成した単一の曲が2時間程度の間に十数回、繰り返し流され、 レンはそれに合わせて、標準の振り付けまたは独自の振り付けで踊り、入賞を目指す。なお、総踊りの最後にはランブと題し、賞の授与は、一切なくただ踊るだけの時間が設けられている。この間、飛び入り参加もか。なお、2007年からは、オイデン総踊りは、オイデンファイナルと称され開催。従来の金土二日から、土一日のみの開催となった。 また、祭り本番の総踊りに参加できる踊り連も事前の予選会で選ばれた約1万人とされた。このため、1989年の総踊り開催以来発の1日開催となった。夏になると市内の至るところで聞くことができる、おいでんみりん踊る前のフレーズが印象的な曲である。なお、この歌は、 豊田市観光協会のホームページで聞くこともできるほか、おいで祭りの時期になると市内の一部の CD ショップ、及び観光協会において、CD が販売されている。CD の販売は2012年の第44回の時点では、豊田市に拠点を置く、FM コミュニティ放送局である、FM トヨタが行っている。2019年には、 豊田市ご当地アイドルスターティーがカバーしている。土曜日の夕刻、総踊りに先立ち行われる。豊田市内の幼稚園、保育園単位で参加。それぞれの園に通う子供たちが幼稚園教諭、保育士とともに、約30分間市街地周辺を踊る。日曜日の夜に開催される。会場は、豊田スタジアムを中心とする矢作川周辺で、 毎年約1万5000発の花火が打ち上げられ、そのスケールは内陸部の都市でも有数の規模を誇る。市民協賛による花火の打ち上げも行われている。ありがとうございます。